藍津大塚山古墳は福島県藍津若松市にある古墳。形状は前方公園墳、一気古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に指定されている。福島県では亀が森古墳に次いで第2位、東北地方では第4位の規模を誇る古墳で四世紀末の築造と推定される。 アイズボン地頭部に立つ大塚山の山頂に位置する、噴球全長114メートルの前方公園噴である。発掘調査当初は、全長90メートル、公園部の計45メートル、高さ6メートル、前方部の幅23メートル、高さ3.5メートルで前方部が狭く細長い、絵鏡型の古噴と考えられていた。しかし、 1988年の最速量の結果、全長114メートル、公園部計70メートル、高さ約10メートル、前方部前幅54メートル、分球途中2段を持つ、前方部2段、公園部3段築生の古墳であることが判明した。築造年代は4世紀末と推測され、東北地方では古い時期の古墳の一つになる。一基古墳群では本古墳を含み3基の、 大型前方公園墳が確認されているが、他の2期の飯盛森山古墳、動が、桜山古墳は本古墳よりも先の築造とする説が有力視されている。1972年に大塚山古墳として国の史跡に指定された。会津大塚山古墳は1920年に考古学者の鳥居隆造によって古墳として認められ、その後、1964年に ア津若松市出版事業の一環として、東北大学文学部考古学研究室による公園部の発掘調査が行われた。この調査では、公園部の中心から南北2基の先竹形木管の痕跡が検出され、さらに、南棺からは日本製の三角円伸住居をはじめ多くの遺物が検出された。また、関東大東、強。 鉄製の工具なども出土している。南棺は北棺よりも古い埋葬で、残った葉から老齢の男性であると推定され、大塚山古墳の種と考えられている。北棺からも量は少ないが、南棺と同様の副葬品が出土した。この調査によって古墳の全容がおおよそ判明し、合図の地が大和政権の支配下に組み込まれたのは7世紀の安倍。 ヒラフの東北遠征以降であるという従来の説は覆され、古墳の造営された4世紀末にはすでに大和王権を構成する主張が存在していたことが証明された。南筆出土三角園から草分隊三上に住居発掘調査の際に、公園部中心から出土した南北二基の先竹形木管からは多くの遺物が検出されたが、 その代表的なものは三角延伸獣鏡である。卑弥呼の鏡と通称されることの多い。この鏡は、大和王権が服属した地方の豪族へ、その証として分け与えていたと考えられ、三世紀から四世紀にかけて、紀内に成立した古代国家の勢力範囲を考える上で重要な遺物と考えられる。ちなみに、藍蔵大塚山古墳の三角延伸獣鏡は、 岡山県備前市の鶴仙丸山古墳のものと同じ、伊形である。鏡は他に、南棺から変形四十鏡、北棺から霊文鏡が検出されている。また、関東大東は、福岡市若八幡神社古墳出土の太ちに類似している。出土品は他に、南棺からはマガタマクダタ玉などの玉類、山陽関東大東や、鉄拳などの刀剣類、 鉄属や銅属などの工具類や砥石など、合計279点、北棺からは、防水車や、下玉、トースなど95点が検出されている。東北地方でこれだけ多くの副葬品が出土した、古墳は他になく、副葬品の多くは、有品で、機内から移入されたもの、機内文化の強い影響を受けたものが多いことから、被装車と大和朝廷との関係が注目される。 また、異物は、南、北角より湿度の三角円新獣鏡をはじめ、変形十分鏡、霊文鏡、うつぼ壁玉防水車、祖関東大東など、いずれも古墳時代前期を特色づけるものであり、その内容から見て、東北地方の古墳としては、今のところ最古級に属する。湿度異物は1977年に一括して、 国の重要文化財、合津大塚山古墳出土品として指定され、現在は福島県立博物館に保管されている。古事記、日本書紀では合津に関係する説話として読む道将軍伝説が知られる。その内容の一部は以下の通り。この話はあくまでも伝説であるが、大和朝廷が合図を征服したことが読み取れる。また、 主人天皇が三世紀から四世紀頃に存在した、実在の天皇と見られていることや合図、大塚山古墳が四世紀末の造営と考えられる、ことから、大和朝廷の合図支配の始まりや合図、大塚山古墳の被装者を知る上でも注目される、伝説である。ありがとうございます。